果物を食べながらこちらをじっと見つめる猿。場所は住宅地にほど近い建物のすぐ裏。よく見ると首輪をつけているのがわかります。猿が出没したのは廿日市市の大野地区です。警察によりますと25日から猿に関する通報が相次いでいました。市によりますと今までに猿に噛まれるなどして3人が怪我をしています。そこの廊下の戸を開けてパッと覗いたらね、そしたらもう猿ここにおったんですね。戸を開けた途端にガリッとやられた。80代の女性は猿に引っかかれ手の甲を10針縫う大怪我をしました。だけどなんで外出られんのですよね。今ちょっともう一人でも早く捕まえてもらってね。近くのデイサービス施設では先週のうちは土曜日の夕方です。ここまで来たので、昨日からもうずっとここをうろうろしてて。猿はカメラの前にもたびたび姿を現します。市や猟友会らが餌でおびき寄せるなどして必死の捕獲作業を行い、朝から捕獲作業が行われていましたが、午後3時ごろようやく捕獲されました。麻酔の影響か、猿は檻の中で少しぐったりしている様子。安心ですよ、もう。戸は叩くわ、あんた。警察が調べたところ、登録はなく、市は野生の猿と判断して山へ返す予定だということです。怪我をされた方は本当に怖い思いをされたんではないでしょうか。もし猿に遭遇してしまったらどうすればいいのか、こちら安佐動物公園に聞きました。まず野生の猿の場合は近寄らない、窓を開けない、目を合わせない、遠巻きに離れるなどの対策を取ってくださいということです。一方、人に慣れた猿の場合は向かってくる可能性が高いということなんですね。この人に慣れた猿というのは住宅街などで餌を入手した経験がある猿などです。で、こうした場合は我々人間が建物などに入って逃げる、また刺激をしないということ、そして一番重要になるのが常日頃から餌になるようなゴミを置かない、また柿など木になっている果物を切り落とすなど、猿に狙われない環境を作ることだということです。